ぜマジでびっくりした。シュガービルディングだと。すんげー可愛い。サービスでもらったよ。イエイイエイ。おお。仲良く爪痕。フライドチキンだよね。なんかエアビーのチェックインが夕方の5時で、それまで時間があるので Google スタートアップキャンパスっていうワーキングスペース、日本にはないらしいんだけど世界に7個しかないんだって。それの1個がソウルにあって、ここの建物の地下にあるんですけど、ちょろっと仕事でもしようかなって思います。入り口入ってすぐにテラスへのドアがあるんですけど、テラス最高やん。ここでまたビール飲めるやん。にゃーん。なんか結構ねおしゃれなエリアだよ。キッチンがねないんだよね。でも料理しないか、電子レンジあるし。ベッドルームかわいいよ。で仕事もできる机があって、でちっちゃなダイニングテーブルがあって、大きな窓、いいじゃんいいじゃん。別にあり。韓国について早々セブチが M カウントダウンっていう音楽番組の事前収録をすることが決まって、なんか場所を借りて2000人お客さん入れて収録するらしくて、昨日発表があって今日早速抽選で、その抽選期間が10分間で、10分間の間にみんながバーって申し込んで、そっからもうすぐ1時間後には結果が発表されるっていう、すんごいスピード感でこう動いてて、でその収録は明後日なので、すんごいタイミングで韓国来たなと思って、で今からその抽選結果を見ようと思います。あ、っていうか今ライブしてるじゃん、セブチ。ちょっと待って、それで抽選結果をまず見なきゃ。負けた。住んでクッパ、めっちゃ早く来た。多分3分30秒くらいで来た。ちょっと見た目はすごいけど、これがもち米入りの住んで、美味しかったよ。私食べれるじゃん、結構食べれるもの増えてきてじゃん。あれ？今気づいたけど韓国も電線あるじゃん。なんか日本が電線全然地中に埋まってなくて、他の国よりも電線地中に埋まってる率が低いって言ってたけど、韓国も結構電柱、久しぶりになんか見てよこういう電線。あ、ベルリンテーマのバーがあるじゃん。後で行こう。What's this place? Bar? Yes, bar. Order is done. Downstairs? Yeah. I'll come tomorrow.今泊まってるエアビーの一番下に、一番下、1個隣の1階におしゃれなパン屋さんがあって、そこで買ったパンがめっちゃ美味しそうだから、またちょっと待って、私に今顔にロックがかかってんだ。だからまたモッパンします。クロワッサンサンドですね、言ってみたら。チーズとハムめっちゃ入ってる。ハニーマスタードだし、かも私が好きな。うん、めっちゃ、しかもでかい。日本の、わあ、韓国アメリカーノが多いからさ、アメリカーノ頼むとめっちゃ薄いじゃん。だから韓国でアイスコーヒー飲みたいときはラテを頼むようにしてるんですけど、お店なんていうの、フレンテっていうお店だ。おいしょ、ピント。
韓国2日目から友達のマリンちゃんが3日間滞在します。楽しくなる。また動画回しますね。マリンちゃんが韓国に来たよ。マリンちゃんはスニーカーガールの編集をやってて、めちゃくちゃいろいろコスメとかファッションに詳しいから、もうマリンちゃんに今日はついていこうと思って。おー、寒いです。ちょっと私の今のカーディに全くぴったりのヘアバンド見つけたんだけど、でも私の髪にはすんげーかわいい。めっちゃ重いから風で飛んだりはしないと思う。乗っても安定してるそう。このバッグもめっちゃかわいいし、もうこれでもさ、一個プチンって切れたら大惨事のやつだね。パラパラパラって、うん、リボンのバッグかわいいわ。かわいいね。撮りました。T&デパートメント、ソウルにあった。びっくり。 Look at this。 フライドチキンだよね。そう信じよう。酔った。これ同じコーヒーだよね。同じコーヒー、フランキーコーヒー。フランキーコーヒーです。コーディネートかわいい。うん。Little bit something balsamic, you know? ああ、バルサミコ。ああ、like a little bit。そうそうそう。うん、美味しそう。ウニと貝柱のパスタか。貝柱の。うん、美味しそう。サービスでもらったよ、ハヌの。ハヌのたたき、ユッケ、ユッケか、わお。めっちゃ明るいじゃん、ね、ちょっとメイク落としたから恥ずかしいんですけど、興奮冷めやらぬうちにどうしても話したいことがあって、3人有名人に会いました。で、1人目はインスタでキムベンチっていう名前でやってる、 BTS とかほとんどのスタイリストをやってる超有名なスタイリストの人。2人目が私が今滞在してるエアビーのすぐ近くで KBD さんと、3人目 G ドラゴンに会いました。 KBD さんと G ドラゴンが一緒に飲んでて、でバーの外でお話ししてて、でうちらちょうどその近くだったから、そこでタクシー降りて、あれと思って KBD さんに、あのいつもインスタ見てます、東京から来ました、一緒に写真撮ってもらってもいいですかって、普通になんか G ドラゴンの前でその会話を繰り広げてて、 G ドラゴンはなんか俺じゃないんかいって感じでニタニタ笑ってて、 KBD さんにはなんか今プライベートなのでって断られたの。わかりましたっつって引き下がって、友達と2人であの家の方向に戻ってたんだけど、であのさ、さっき前にいた人 G ドラゴンじゃないっつって、え、やっぱそうだよね、私もそう思ったんだよねっつって、もう一回戻ろうっつって戻って、で G ドラゴン、そりゃなんか私もノーメイクで緊急動画回しますよっていう話、マジでびっくりした。今からお風呂に入ります。ほんしたらまた。バナナウイルとコーヒーを混ぜるのが流行ってるらしい、韓国。なんか韓国の今こうコンビニのコーヒーパウチ式が主流らしい。主流なのかな。いや、だと思います。美味しそう。本当だ、わ美味しそう。お店のなんかラテみたいだよ。うん、美味しい。あ、美味しい。これは私もやってみよう。これかわいい。靴下一足選んで、上から好きなボックスとステッカーを選んで、自分だけのパッケージを作るらしい。てかこれプレゼントにいいね。いいかもね。え、プレゼントに、かわいいじゃん。韓国にやたら多い鏡です。全く同じ鏡。これかな。これでお願いします。はい、お値段です。1万5000円です。帰りにドリンクまでもらっちゃった。
ルディングだと。なんだ、スガ。無人のコーヒーショップ。新しい場所のヌデークに来ました。このクロワッサンお土産でこの間売り切れてたから買いたいな。ちっちゃいクロワッサン。私はついにこのワンちゃんを食べることになりました。マリンちゃん頼むのはこのシグネチャーのやつ。あ、こぼれるかも。本当だ。こぼれとる。お尻のところからパンダ、パン。ホイップが入ってるパンだよ。こぼれ出るビジュアル。クレイジーすぎる。めっちゃきつい。軍座ショップに着きました。なんかおしゃれなセレクトショップらしいよ。아네그냥이쪽이쪽에서그냥이거비벼먹는거죠めっちゃ海苔入ってるね。ね。Thank you. I really need to see the tornado. きれい。韓国のチャポンだけが赤いし。あ、そうそうそう。なんもう長崎チャポンに無理だもん。韓国に行ったんか。韓国の人が長崎だと만든다。あにあに。今見てはせめ3時だ。夜中の3時です。やばいやばい。遥か彼方へうだつ上がらないピアノ弾きが音外すチェリー味の甘いメロディーディドディタイル覚悟してね。ワインとチョコ攻めの音がカラカラ。2400円か。ナムがカムバのなんかのコンテンツでデリバリーしてたブジャピザって書いてあったんだけど、まず生地だけで、これを自分でトッピングすんのね。盛ってみました。すごい、こんなに盛ったのに、こんだけまだモッツァレラとあのルッコラ余ってて、グリーンペッパーと追いパルミジャーノとペスト、あのバジルと、なんだっけ、これもチリかな。で、オリーブオイルがついてます。これだけでここにシーザーサラダできるやんね。いやー、美味しそう。いただきます。ちなみに、ドリンクも買ってきて、
今滞在してるところのすぐ角にあるユーフォリアっていうカフェのラテです。ユーフォリアにナムの頼んだピザ、わーい美味しそう、いただきます。2日目もサラダとして美味しく食べることができました。てか今寝起きで声がめっちゃ低いんだな。So many options. IPA. Lager. あ、これにしよっかな。Shit, so many. フルーツサイダー、サワーエア、レッドエール。やばい。I can't choose. What's here first? Okay. Okay.友達の作品だった。ハンガーに行く途中の道にあった。おい、カメラで撮ると全然違う。わー、ハンガー散歩してます。めちゃ明るくない？めっちゃ綺麗。綺麗。もっと撮れない。これでいいじゃん。パリセットみたいな風貌で、かわいい。本当にこういうさ、パッケージとかをさ、凝ってるのよ。パッケージデザインしてたからわかるけどさ、パッケージって本当に今ブランディングだけど、本当見てこれめっちゃかわいい。大事だよ。スイートポテトフライズとバーガー、ベーコン、バーガー立てるんやね。バーガー立てるんですね。こんな感じ。美味しそう、うん、明らか太ったね、台湾から。ちょっとノーメイクで失礼しますなんですけど、うん、美味しい。お肉が美味しい。いくらだったんだっけな、いくらか分かんない。多分、うん、これが9000ウォンくらい、900円くらいで、これが700ウォンくらい、7000ウォンくらいだから1600円くらい。まあよくある高級バーガーの部類のバーガーの普通の値段だと思うけど、また今日も1食目なのでそんなに慣らせば食費はそんなにかかってないかも。 Let's I'll take a picture. No, it's a video. Oh, okay. Get a video. Yeah, it's a video. 夜中でもずっと24時間無人の韓国のプリクラ。わー、いい感じ。かわいいお部屋。ここはエアビー、基本的にエアビーにいるんですけど、1日だけいいホテルに泊まってみよう。まあいいホテルって結構ここはめちゃくちゃリーズナブルなんですけど、今日はセブチのカムバが、オーマイガー、出荷です。あっ、おう、こけそうになった。今日はセブチのカムバがあるからちょっと
なんかテレビのあるいい環境で、カムバを迎えようと思って一泊だけホテルを予約してみました。あーすごーい、テンション上がるわ。ナイスビュー、すごい。バスタブがでかすぎて全然お湯がたまんないんだけど、もうこれはほどほどにしとけばいいってことかな。一寸防止状態になるんじゃないこれ入ったら。なんか友達が私と一緒にショートビデオを作りたいらしくて今付き合ってます今交代交代に撮影してアクティングしてってやってます。 What's this park? Cold?デジタル、デジタル、デジタル。He wants to make a Wes Anderson type of film, and I'm helping. I'm acting. Yeah. Okay. Yeah, yeah. Come here and don't move. But when I stop there, where should I look at? Just look at it. Okay. What's this area again? 돈명. 돈명. So, is this place famous for those street market? Yeah, very old. Oh my gosh, it's only 4,900 won.I think I came here for the first time. Myeongdo. Mobmashita.